こんにちは。お天気をお伝えします。今朝にかけては低気圧の影響で道東を中心にまた雪が積もりました。12時間で降った雪の量は厚岸町や根室で14センチのほか、道東中心に10センチ前後積もって、朝からまた雪かきをした人も多いかもしれません。この雪はすでに止んでいるところが多くなっていますが、今日の天気のポイントはこちらです。北風が冷たく吹いて、体感的には冬の寒さに逆戻りしてしまいそうです。では今の札幌の様子です。こちら晴れていますが、今の気温は昨日より2度低い 2.6 度。ではこの後の気温の変化です。午後の気温は3度止まりで、夕方からはじわじわ下がっていきます。プラス気温とはいえ、北風が5メートル前後吹く予想です。風が1メートルにつき、体感温度は1度下がりますので、氷点下の寒さに感じるかもしれません。明日朝は気温もマイナス3度まで下がります。では今の紋別の様子です。こちらは雪は止んできたようです。ただ気温がマイナス 2.5 度です。今日の天気と気温です。オホーツク海側と根室ではもうしばらく雪が降りますが、この後はほとんど積もることはなさそうです。気温が上がらず、網走と紋別ではマイナス1度と4日ぶりに真冬日になる予想です。一方、西の方から天気は回復して晴れそうです。道南では気温が5度を超えるところもあるので、落雪や雪崩にご注意ください。変わって今の函館の様子、今の気温はプラス 3.9 度、積雪は7センチまで減ってきました。では週間天気です。明日は日本海側と道南で湿った雪が降りやすく、山沿いの多いところで5センチから10センチほど降りそうです。土曜日も東北を中心に雪が降りますが、日曜日からは高気圧に覆われて全道的にポカポカ陽気です。最高気温は10度を超えるところが多く、4月並みの暖かさが続きそうです。以上、お天気でした。